ジョン・シブソープ、ジョン・シブソープは、イギリスの植物学者である。ギリシャの植物の研究を行い、没後の1806年から協力者によって、ギリシャ植物史が出版された。オックスフォードに生まれた。父親は、オックスフォード大学の植物学のシェラルディアン、教授職を務めた、ハンフリー・シブソープである。オックスフォード大学のリンカーン・カレッジを卒業した後、 エディンバラ大学とモンペリエ大学で医学を学んだ。1784年に父親のシェラルディアン教授職を継いだ。教授の仕事を代理の人物に任せ、ギリシャ、キプロスの最終旅行の準備のために、ゲッティンゲンやウィーンに赴いた。ウィーンで植物画家のフェルディナント・バウアーと出会い、共に1786年にギリシャへ、1787年にキプロスで、 最終旅行を行った。バウアーは1500枚に及ぶ動植物のスケッチを描いた。1788年にイギリスに戻り、ロンドンディンネ協会の設立に関わった。オックスフォードの植物の研究を行い、オックスフォードの植物誌を1794年に出版した。1788年に王立協会の会員に選ばれた。 1796年に2回目のギリシャへの最終旅行を行ったが、木と肺炎を患って死亡した。遺言により、彼の自然史と農学に関する蔵書は、オックスフォード大学に寄付され、農業経済のシブソープ教授職が設けられた。遺産はやり残したギリシャ植物史とフロリグレヤケイプリドローマスの出版に用いるように指示をした。この仕事は、 ジェームズ・エドワード・スミス、ジョン・リンドリーラによって完成された。966枚に及ぶ彩色図版が付けられた、膨大な著作の書版は30部しか作られなかった。シブスは、植物の学名で命名者を示す場合に、ジョン・シブソープを示すのに使われる。ありがとうございます。